いっちゃいよー、ライジョンです。ということで今日もやっていくんですけどね、今日はね、ペッカ工場でやっていきたいと思います。ということで行きましょう。よいしょ。はい、今日はね、ペッカ工場の日なんでね、ペッカ工場やっていきたいと思います。まあね、今いろいろ俺が前に紹介したね、マジアシャ型のね、ペッカ工場とかね、いろいろあると思うんですけど、やっぱマルチはこの方だと、この形が強いということでよろしく。ちょっと重かったな今。まあ、カズキ。とりあえず、ザッパ。で、これはね、ケストリトンですね。プリンに合わせて、俺が最適だと思うのは、ケストリトン合わせが一番最適かなと思います。よいしょ。いいよ。でもって、これは、工場を。よいしょ。ああ、そういうパターン。ってことは、これはあれですね。例の。倒して。まあ。ですね、これは、あれですね。あ、OK。これはね、アイスピーぐらいしかない。アイスピー逆再誘導かな、ワンチャン。違う。コウモリ。OK。で、今これコウモリで。さあ、じゃあ3が5か、ワンパンできるのって、いや微妙、これ血液力ワンチャンロケ打たれるけど、まあ打たれたら打たれたでいいですね。はい、まあちょっとアド取ってるんでロケは打たれないですね、あんまり。今トリトン出して、はいはいはい、相手もやることなくて合わせてきてますね。まあここはね、逆にこれゴーストとかで守ってあげた方がよいしょ、という感じで。で、これミニペを出したいと思うので、引っ張れるね、トリトンを出していきます。よいしょ。ワンチャン、コウモリ来るか。隠れろ！で、これコウモリガゴセパですね。コウモリとガゴクソ被るな、マジで。で、次から2倍にはなったので、ペッカーが単体で美味しくいただかれるってことがね、なかったんで、なくなるんで、ね、そのペッカーの形が作れるから。なので、2倍からはペッカー、ホグをペッカーで守ります。あ、これかな、ワンチャン。はい。OK。ゴースト隠れる。で、これに出してきたミニペとかをしばけるのが大きいですね。で、これにはポイズンですね。で、これはアイゴレ逆再誘導があるので、ちゃんと、よいしょ。引っ張っていきたい。で、こっちにミニペを多分使いたいはずなので、こっちに工場を出していって、OK！ で、こっちにはってことはコウモリしかないですね。OK かな。よし、OK。ファンタジー。グッドゲームか。という感じで、今日はね、ちゃんと相手の手札が見える日ですね。いいよいいよ。そう、ミニペとかで守りたいときは、やっぱトリトンの前につけるとね、一回アイゴレ挟んでからとか、トリトン引っ張れない距離にミニペを出さなきゃいけないから、ね、そういう変な気を使わなきゃいけなくなるからね。まあミスを誘えるみたいなのがありますね。で、まあエリキが初手にあるので、ザップをバシバシ打っていきます。いやー、もう初手でね、スケスーパー、見た時点でもね、吐き気がしちゃう。本当に。吐き気がしちゃうんで、ね、僕。あんま言いたくないですけどね。よいしょ。いやー、きちい。きちいよ、マジで。これは、ちゃんとね、ちゃんとテスラまで壊さないとね、行かれちまうんで。で、ここなんですよね、ポイント。次クロスが来るんですよ、ここで。始まりに。ペッカーねえやろ、お前、つって。ここで、どれだけ防衛できるかが、まあ、ペッカ使いのね、あー、これあれだ、これやばい、打っとくる、やめろマジで、あー、やばい、なんでだよマジで、またクロスかよもう。OKOK、 まあ許してやろう、ありがとうではない。
とりあえずもう一回来たら姉妹ペッカで守れるので、はい、もうそれは甘えた。三角ですね。細けえのが来るんで、うれうれ。オッケー。これアーチャーを出すしかないような顔をしている。やった、一発一発。あー、いけよー。何してんだよマジで。仕事せい仕事。あー。よいしょ。ナイトが来る。手札を回してからの、よいしょ、いいよ、いい、どちゃくそ、いいどちゃくそ。ここでエリを使ったタイミングでチャキチャキが来るのか。来ない、チャキが来ない。これね、ファイブ打ちたそうな顔してるんですよ。なんで、ロケ！やばい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 。いや、それはもうロケウッドで終わりの顔をしているな、貴様。貴様。貴様と。あんま言いたくないが。あんまこういうこと言いたくないが、貴様というわけで。いやー、またロケじゃねえかよ。これもうやなんですけど。クロス頼むから、下方してください。お願いします。神様。あー。なるほどね。いや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 。まあ、これは脳幹ですね、クロスなんで。さすがにクロスは脳幹って、セスも言ってたんでね。さすがにクロスは違う。俺が引きたいのはね、なんだろう、ラバとか引きたい。ラバ。ラバ引いて、もうラバ相手はこうやって陸受け枯渇させて、って言ってね。か、枯渇。枯渇はこうやってユニットで受けてあげることによって、って言ってね。ちょっと笑顔で解説したいですね。とりあえず、ネクストにザップ、じゃあエレキは見えているので、ザップで手札回していきます。ベーン。雪が来る。雪ってことは、ラバか、まあ、バルーンかみたいなのがありますね。か、流行りの、スキラ？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 これ。なんでお前この位置あれなんすよ。飛ぶ位置なんすよ。ちょ、今、なんか歩いたな、こいつ。チケラ、かな？チケラっぽいよな。タルババってことは、だいたいスケラ説は濃厚なんですけど。あー、なるほど。OK。まあ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 、これで手札回ったのでね、呪文で防衛するとね、こうやってもう手札にユニットだけ残るんで、まあ別に全然今のスキル痛くないかなって感じなんですけど、まあこれポイズン使っちゃったのでね、また、オーブンが来ると思うんで、そこら辺ね、どう対処していくのか、見物ですねと。まあどうせオーブンかな。ポイズン使ったから。ですね。まあ分かってんですよね、そんなこと。で、まだペッカは早い。ケツ取りですね。もうどうせこれになんかタルババとか出してくるんで。はいはいはい。オッケーオッケー。了解了解。って感じで、こっちにね、逆サイコロババ流してあげて、こっちにもエレキ使いたい、こっちにもエレキ使いたい。どっちにもエレキ使いたいって感じなので、これにね、ポイズン打ってあげて、ぬれ！はい。いいポイズン。ですね。で、トリトンが頑張ってるんだが、ワンチャンポイズン垂れる。あ、なるほど。雪玉？雪玉タイプね。これさ、エレキ行かれるんだよな、多分。よいしょ。はい。で、これで、来るかな、なんか。あ、フリーズかワンチャン。あ、ポイズンか。なるほどね。まあまあ、守った方でしょう。ケツペッカー。で、次に、ハシマイビューザラとか、ハシマイでスケラ打ってきそうな顔をしていたら、トリトンとかで、ね、止めてあげるのが大事ですね。なんでお前なん？まあいいや。こっちに何かしら適当に咲かせて、こっちはトリトンプラス、
っちゴーストがね、バシバシ。あー 5P よいしょよいしょ、いいよいいよ。これでペッカを出したい顔したからの受けか受けからの、やべ、このガゴちょっとやった、ごめんなさい。ダルババでいけれるんだあれ、そういえば。かー、腹立つねー。よいしょ、いいエッチなエレキ、いいよ、オッケー。ダルババがよくねえなー、よくねえことしてる。多分スケラ来る、来なーい、なんで来ないの。でもいい、でもいい、これね、エレキが出せない。お、来た、エレキが来たってことは、これ殴れ、あー殴ってくれればめちゃくちゃ美味しかったけど。あれ、全然全然じゃない、あなたあなた、やべー、あーもうダルババは違うでしょー、マジでなんだ本当に、切れそうになるわーマジで。今日マジで俺勝ち越すまでやります、今日3勝2敗で終わります。うーん、待てよ、逆サイ攻めてんのは良かったんだけど、オーブンをね、オーブンあそこで潰さなきゃいけなかった。うわ、ここもこれ、この人あれなんですよ、ガノン、ダンクガノンっていう、日本でいうはじめ社長ぐらい、その世界で2級クロスのトップを2人挙げろって言われたら、この人とはじめ社長挙げるっていうぐらい、まあ、ただ今多分沼ってるんで敵を変えてるって感じですね。おいしいおいしい。これはキッズペッカーいける。はい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 。トリトンかトルネで起動。おお、そういうパターン。ああ、ファイナルフォーム。ファイナルフォーマーですね。よいしょ。いいよ。いい、スケ切ったから相手結構いいよ。 OK、 これカゴでスケでしょそれ。はいはいはい、 OKOK、 これで笑ってんな。はい、ありがとうございます。でだよね、ここでスケが来るのか。お、譲る、まさかの羽生タイプか。とりあえず、あー、まあまあまあ、これどうしようかな。ジャイでしょ、多分マスケからイドラがあるんですよね。あとメガゴ、ただオリジン、オリジナルマン、これディガーが、はい、来た、美味しい、めちゃくちゃ美味しいなこれ。え、それいいの、よいしょ。でこれはまあ一発食らうけど、ここは許容ですね。ここにザップ使っちゃうと、もっとね、いろいろ使いたいところに使えなくなっちゃうんで、一回強ですね。で、ここは5も使ったい。あとウッドぐらいしかないので、一回工場後ろにつけて、ノックバッカーですね。よいしょ。で、ウッドがないので、エレキを離したところに出して、うまい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 。上手上手。オッケー。で、これで、まあ、またペッカーを出すって感じで、で、ワンチャンここに穴掘りが来るので、コナウィー。オッケー。これで引っ張れます。オッケー。ははは。イェーイ。オッケーオッケー。まあまあまあ、こんな感じですね。まあ、やっぱ沼には誰にでもあると、世界トップの人にも沼にがあるので、ワイにもね、それは沼ありますよと。あれないんか、あれあった、よし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 、めっちゃ笑ってるやんって感じで。え、トロなんで上がってないの、あれ、あ、落ち、え、でも待って、落ちたよね。俺、こっから落ちて、
あ、びっくりした。1だ、え、びっくりしたわ今。そうだよね、7001のままだったからびっくりしたわ。あ、なんか黄色くなった。まあいいや。これで、え、なになに、なんで黄色くなるのこれ。あ、こういうこと。宝箱開けてないから、これも開けちゃう全部。はい、なんで黄色いの、なんで黄色いの。あ、これがあるから、まあいいや、それならいいや、めんどくさいから。あはーん、これ取んのめんどくさいんだよな。よいしょ。てな感じで、今2勝2敗ですね。最後いきます。え、何しようと思ったんだっけ俺、忘れちゃった。なんかしようとして、俺今うろうろしてたよねこの辺。忘れちゃったんだけど、なんだろう。まあいいか。まあ、あれだ、このね、この人が、そう、こんな感じの、もうクロス使い、クロス使いですね、クロス使い。なんかあの、グローバル大会が、まだ今ね、プラスマイナス2勝の人としか、ぐらいしか当たらないから、グローバル大会って、その、必ずね、1位の人が30勝台なんですよ。40勝する人ってあんま全然いなくて、30、まあ多くて8勝、9勝とかなんですけど、昔はね、その、100勝してても1勝目の人って当たる仕様だったんですよね。だから今のダンクアノンって人が150勝3敗だったんですよ、グローバル大会1位取った時に。やばくないですか、150勝って。お前150勝だってお前って感じじゃないですか。とりあえずゴースト、なるほど、これ逆転直せばよかったかな。ってことはこれファルチャバルーンですね。ファルチャバルーンなので、こっちでやばいな、ここでバルキリー止まっちゃう。こっちにファルチャが出てきて、はいはいはい。OK、アイスピ使った。アイスピ使ってくれたら、もうですね。なので、ワンチャンここバルーン来るので、こんなウィー。はい。まあ、これワンチャントルネズアップが来る。でもアイスピ使った後だから、これはね、ちょっと、さすがにちょっとやりすぎじゃないっていう感じではあるんですけど。よいしょ。はい。で、これで、あと、好きにザップ打てば。OK かな ?OK、OK。OK! よいしょ。え?待って、それはずるくない?ずる!ずるくね?びっくりしたわ、今。でも、まあ、これも、まあ、多分、もう全部使い切って、今。手札がディガーバルーンとかになってるんで、ディガーバルーンファルチャとかになってるから、さすがにこれは守れないはずだけど。そう、アイスピを切った後は、このね、ガゴ、端前ガゴがね、全然守れないですね、相手。そうなんで、いやー、これキスペックが良かったかな。そう、なんでね、アイスピ切った後はガゴで守りやすい。トルネズアップか端前ファルチェ、どっちかなんですね。はい、アイスピオミ、いいよ。ザップが来る。OK。こういう時もあると。あ、これザップってよかったな。いやー、もったいない。もったいないトランドだな、これは。よいしょ。真ん中トリトン優秀。OK。ザップ打ってくる。いやあ、ワンチャンこれ。よし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 。いけいけいけ。よし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 。よし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 。あ、これ、このスタンプセットしとかないと誰だ、打つの。はい、ということで、今日は3勝2敗で勝ち越しました。ありがとうございます。はい、てな感じで、まあね、今はちょっとトロが低めなんですけど。もうちょっと上げてね、前みたいにまた世界一挑戦をしたいっていう、多分毎日言ってる気がするんだけど、もうそこそこね、シーズンも終盤なんでね、今世界一チャレンジできたらね、なかなかやっぱ、自信にもなるんで、まあ、やっていきたいですね。って感じで、今日はね、まあ今、マルチで一番多いペッカですね。ペッカ今ちょっと上の方にググってきてて、まあ一周回ってロイジャイが減って、ロイジャイに勝てなかったんですけど、ペッカがね。で、ロイジャイに強い、まあなんだろうな。まあそういうミニペとか、そこら辺が増えて、ちょっとミニペホグとか。ホグとかに強い、またこういうね、ペッカ、トリトンみたいなのが若干入ってます。でも、ロイジャイが減ると、いうことは、またクロスがね、バチクソ増えてくるんでね。まあそんな感じでね、また毎日、
終わり方下手くそすぎるんですけど、毎日投稿ね、今やっているので、もしよければね、高評価チャンネル、どうぞよろしくお願いします。ってことで今日は終わります。バイバイ。